皆さんこんにちは。今回の動画、以前飽きた246話で気になったポイントをもう少し追っていき、また今後の展開も予想していきます。あとこの動画を最後まで見ていると思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。まずはじめに掘っていくのは盗塁のサインについてです。今回の246話では8回の裏ワンアウトランナー1塁、打席には春一、1塁ランナーには倉持。このケース1塁ランナーの倉持が初球から走り盗塁成功、ワンアウトランナー2塁と得点圏にランナーを置くことに。倉持は盗塁する前、片尾監督のサインはいつも通り。その片尾監督は狙え、常に前の塁と思いながら左手で帽子のつばを触る。この動作が終了後、倉持の盗塁シーン、つまり左手で帽子のつば、この動作が盗塁のサインと主は予想しています。ちなみに峯岸はこのケース倉持の盗塁を予想していた。峯岸はよく足にスランプはないが、体を動かすのは心、心イコールメンタル。倉持は初回に牽制手を食らっているためメンタル面を心配していた。考えすぎかもしれませんが、こんなフラグ回収されるような発言をしていたので、倉持の2投失敗も少し頭によぎっていました。続いて2個目に掘っていくのは聖堂の2番バッターについてです。今回の246話では倉持の盗塁成功もあり、ワンアウトランナー2塁と得点圏にランナーを置くことに成功。この時点聖堂は0対1と参考に1点ビハインドですが、打席に立っている春一は大会前から田尾監督に基本バントのサインは出さない、またチャンスメイクだけではなく点を取れる 1,2 番を理想としているとティーバッティングの時に直接言われていた。そのためこの場面、文字通りバントのサインを出さずヒッティングの強行策。もし昨年の2番バッター凌介だったら、片尾監督がこのケースどんな作戦を取ると思いますか？思いついたらぜひコメントお待ちしております。ちなみに主はバントと予想しています。凌介はクリーンナップへつなげる2番バッター。バントでなかった場合は凌介はカットが上手い選手であるため、カットで粘ってあげくフォアボール、ワンアウトランナー1、2塁で後続へつなげるチャンスメイク。最後3つ目に掘っていくのは、この準決勝はいつ終わるのか。現在行われている準決勝は8回の裏ワンアウト途中ですが、プレイがかかった224話から最新話の246話、計23話が経過中。今回の246話では1打者も終わらず終了。3月は残り24日31日、ペース的に3月完結は不可。もし24日の247話で三幸が最後のバッターだった場合、また延長戦に行くようであれば4月でこの準決勝は完結予想。ちなみにこの予想通りに行った場合、5月から準決勝2試合目、稲瀬姿戦がスタート。3話から5話で完結予想。個人的に稲瀬では赤松は現在どんなピッチングをするのか、また謎がたたわりの早乙女、姿は主要キャラ1名プラス監督良子、こういった情報が解禁されることを期待しています。なお決勝戦は現実界の那須隊と被るように描かれると思っています。ちなみに作中で聖堂が絡んだ決勝戦を見ていくと、結城の代の那須隊決勝は42話、みゆきの代の秋田決勝は41話、1年間は12ヶ月、1ヶ月は4週間、マガジンは週1、40話分をマガジンに掲載すると救済を含めた場合約1年はかかる。この傾向でいくと、現在行われているみゆきの代の西東京大会は2022年夏に終わる予定。ここまで246話の気になるポイントを追っていきましたが、ここでのポイントでは246話の続き247話以降はどうなるのか予想していきます。246話では倉持の2投成功もあり、8回の裏ワンアウトランナー2塁と聖堂チャンス拡大。またこのケース打席に立っている春一は参考ピッチャー甘久の5球目のスライを捉え、打球は右方向へ。しかしこの打球、参考セカンド宮本が一塁方向へダイブした横を抜けたが、その後打球処理の行方が不明なまま246話完結。一体参考ライト佐々木はこの打球をどう処理するのか。参考外野は春一が打つ前前進守備に変更。そのため二塁ランナーの倉持が無理しないで三塁ストップ、ワンアウトランナー一三塁。また参考外野は春一が打つ前前進守備に変更していますが、倉持が自慢の足を使ったりうまいスライディングを披露しホーム生還。1対1と聖堂が試合振り出しに戻す。なお春一はホーム送球間に二塁へ進まずワンアウトランナー一塁。2番にて春一がホーム送球間に二塁へ進みワンアウトランナー二塁。また2番とは挙句な展開で倉持がホームへ突っ込みますが、参考ライト佐々木の好返球もあり同点阻止。なお春一はホーム送球間に2塁へ進まず2アウトランナー1塁。4番にて倉持はクロスプレーでアウトになりましたが、春一はホーム送球間に2塁へ進み2アウトランナー2塁。参考外野手は春一が打つ前前進守備に変更していたこともあり、春一がライトゴロで2アウト。なお倉持は3塁ストップし2アウトランナー3塁。6番とは違い、春一がライトゴロで2アウトになりますが、倉持が佐々木のファースト送球間、またライトゴロのアウト判定で参考守備が安心している間に、倉持は3塁ベースを蹴り、ホーム生還、2アウトランナーなし。246話の終わり方を見て、主の方ではこちら7通り考えてみました。ちなみに、246話の終わり方を見て、この動画の下のコメントでは、ケース1、
参考ライト佐々木の打球処理が重要。佐々木の捕球体勢が悪く、三塁コーチャーの野が倉持を回しホームクロスプレー247話。ちなみに次回の246は深掘り第2弾で話していきますが、現在三塁コーチャーを務めている小野は怪我をしながらも三塁コーチャーとしてベンチ入り。しかしこの小野、今大会まだ三塁コーチャーとして大きな仕事はしていない。そのためこの打球処理時、三塁コーチャー小野がキーマンになるかも。ケース2、観光会社は春1月前前進守備に変更。そのため2塁ランの倉持が無理しないで3塁ストップ、ワンアウトランナー1塁。ケース3、この打球で春1はライトゴロでアウトになってしまいますが、その間に倉持がホームイン、1対1の同点。ケース4、第2作者寺島先生は実際にあったプレーの再現が好きだと思っているので、2006年 WBC 川崎選手の神の手の再現、倉持がホームインし1対1の同点と予想。ケース5、しらすと現在ブルペンでシャドーピッチングをしている川上が仲が良く、最近では冒頭ページにてしらすと川上が絡んでいるシーンが描かれていた。そのためケース2と一緒ですが、2塁ランの倉持が無理しないで3塁ストップ、ワンアウトランナー1、3塁。このケースでしらすが同点や逆転に絡んでくる。ケース6、観光ライト佐々木が倉持の足を警戒すぎるあまり打球処理をミスり後逸。当然のこと倉持はホームへ生還1対1、また春市も3塁まで進塁と予想。この他にも紹介しきれないコメントがありましたが、今回のお題でコメントをしてくれたリスナー様に感謝。ちなみにこのケース、主の予想では参考会社は春市が打つ前前進守備に変更。そのため2塁ランの倉持が無理しないで3塁ストップ、ワンアウトランナー1、3塁。つまり普通のライト前と予想。また激アツな展開にするとしたら、今回の春市の打球は普通のライト前、参考ライト佐々木は倉持が三塁ベースでストップしていたためセカンド宮本、また宮本がダイブしているためファーストの星田がショートの立ち、普通に返球。しかしこの返球間に三塁ベースに倉持がシャッフルしながらホームへ生還。ここまで三塁コーチャーとして目立っていなかった小野が、参考守備が油断している隙にホームを狙う作戦を事前に小野が倉持と考えていたら面白いのでは。またリスナー様のコメントでもありましたが、参考会社は春市が打つ前前進守備に変更していますが、倉持が神スライディングをしホーム生還、1対1と精度が試合を振り出しに戻す。ちなみにまだこちらの動画ではたくさんのコメントがあり、かつ246話の続き一番濃厚なワンアウトランナー3塁のケースになった場合の深掘りもしたいので、こいつ別動画を作ろうと思っています。そのためワンアウトランナー1、3塁になった場合、このケース精度はどんな作戦を取るのか、コメントの方をお待ちしております。246話深掘り動画第2弾で紹介しようと思っています。以上、今回は以前開けた246話で気になったポイントを掘っていき、また今後の展開も予想していきました。今回の動画ではリスナー様のコメントを参考に動画を作成。たくさんのコメントありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていると思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もやっておりますので、フォローの方お待ちしております。